はい、どうもです。こんばんはです。KOS13 練習対戦研究実況プレイの、第30何回かになると思いますが、わかりませんが、ちょっとですね、チームごとにまとめて、ね、3キャラまとめて取ってあげていくっていう感じだったと、だいぶ、こう、ネタ集まるまでに時間がかかってね、ちょっと、なかなか動画撮れそうにないという感じになってきまして、もうねこの際あんまり気にしないで、とりあえずバラバラに撮って後でつなげてあげようかなという感じでいく方向に変えていこうかなと思います。まだマキシマも撮ってないんだけど、まだ K ダッシュクーラーしか撮ってないんですけどね。で、実はアッシュを一回撮ったんですけど撮ったんですけども、あんまりにも何にもネタがなくてですね。で、またトライアルも一つもクリアできなくてね。トライアル、あれはね、俺は無理ですわ、やっぱり。結構やったけど、一つもできる気がしなかったので、マッシュのトライアルは、なしの方向でお願いします。申し訳ないですが、あれはお蔵入りですね。で、まあ、トライアル以外のコンボとかのネタも全然なくてね、3キロコンボなんかこれ全くできる気がしなくて、そうすると紹介するようなコンボってアッシュ何もないんですよね、ぶっちゃけね。コンボキャラじゃないので、なので、ちょっとまあ、コンボ以外でも何でもいいんでネタを募集する感じで、まあ、それで少しでも何かしら取れればいいかなと思ってるんですけども、本当に何もなかったら、本当にアッシュなしで終わるかもしれないです。まあアッシュだけじゃないかもしれないですけど、ネタがないキャラはなしで終わる可能性もありますので、ぜひぜひネタ募集お待ちしております。よろしくお願いします。難しいコンボとかね、実用コンボはできるだけオンライン対戦で使えるコンボをお願いしたいんですけども、ネタコンボとかね、即死コンボとか、そういうのは、プラクティス、で、壁限定とかでもやりますので、ね。アッシュのコンボはできる気しないけど、まあ他のキャラなら、タメキャラ以外なら大体できんじゃないかなって思ってるんで、そういうネタコンボ的なものは別にね、オンラインとか関係なく、どんどん無茶振りしてくれて構いませんので、そちらもお待ちしております。はい。じゃあ、とりあえず、一人目いきます。はい、とりあえずダイモンです。ダイモン、まあそんな難しいコンボもないしね。とりあえず俺が触ってて見つけたって誰でも見つけられるだろうけどね、そういうの紹介していきます。前にダイモン動画撮った時にやんなかったコンボとかですね。そうそう、最後の方にね、解説じゃないか。その練習動画の最後の方に撮ったキャラはまだカラーが解放されてなくてね。ダイモンはまだ全然色増えてなかったんですね。で、こんな色になっちゃってますけども。じゃまず一つ目として、これはコメントにも書いてあったんですけども、こう、壁際ならジャンプぶっ飛ばし、生発動、切り株が間に合うと。これね、これ結構でかいですよ。はいはい、失礼。これが入ると、まあもちろん、こういうのもいけるし、これ前動画撮った時にやんなかったですけど、これは、これが、ゲージなくなるまで入るんで、うーわ、ドーンと、いう感じにいけますので、これはね、ワンチャンありますよね。もちろんネオマまでいけますので。遅いか。高すぎてもまあ間に合うと思うけどね。ネオマ行くときはこの辺からですね。もう一回いけるかな、長期版なら。もう一回いけそうだね。ちょっと待って。3回切り株までいけそう。3回じゃないか。4回か、これ。
4回か。いけるかな。あ、無理か。こっからは4回は無理か。遅いな、今のは。明らかに遅かった。ちょっと切り株のリーチは昔より短いんでね。早すぎるとこれ掴めないんで、タイミングはよくちゃんと覚えないといけないですけど。あら、あら、強パン空振り。あーし、発動して。3回か。行くぞー。で、733。7割強ですね。まあ、これが似たような感じで、カウンターヒット。これね、この場合は、もう余裕で入りますので、発動して、これもいけるし、切り株よりも雲掴み投げの方が全然ダメージ高いんでね。108か、今ので。うん。ダメージが全然違うので、これ向けるし、これは無理かな。発動すれば、こう掴めますね。頭上払い発動。っていうのが入るので、こっちの方がもちろんダメージは高いですね。まあ、最初のカウンターヒットじゃないといけないけど、うん、補正かかるね。555。はい。で、まあ、ゲージ余裕あったら、前にも紹介した通り EX 雲掴み投げのダメージがすごいので、これを狙いたいとこなんですよね。これこれ、まあ、そこから同じようにいくと。で、これ頭上払いうまく低めで拾えば、速攻やれば2回入る。頭上払い、頭上払いで、でさらにキャンセルといけるので、ダメージ稼げるんですよね。まあ、これは難しいですけど、これなら3回いけ、4回いけるかな。間に合いそう。無理か。ギリギリ間に合ってないかな。低めじゃないとダメなんでね。これはちょっとオンライン対戦で狙うのはリスクあるかもしれないですね。ああ、出ないか。うん。あら、EX 版のつもりが出ない。相変わらず出ない。はい。で、行くと、902。902ですね。まあ、900超える。今ので、まあ、でも5ゲージだからね。5ゲージで902じゃね、思ったより減ってねえなっていう、効率は良くないなっていう感じなんですよね。まあ、あとネタ的なものとしては、こういって、シャットをジャンプぶっ飛ばして当てて投げるみたいな、ね、ちょっとおしゃれな感じがするが、ダメージ効率的にも、悪くないのかな、ダメージ効率は。距離的にも走る余裕があるからね。多少壁遠くてもいけるような気がするよね。そんなとこですかね。あとは、まあ実用的かどうか知らんけど、トライアルでこれあったと思うんですけど、これもう一発で入れられるんで、頑張れば。これこれ、3発。ちょっと遅いと3発目空振るんですけど、タイミング良ければ、タイミング良ければ入るはず。難しいんだよねこれ。
連打で入るか。そうでもない。キャラにもよるかもしれないね、当たりやすいキャラとか。お、入った。こんな感じで3発入れて立ち火投げが入るぞ。ちなみに立ち火地獄極楽落とし行くときは回ると入りやすいかも。入りやすくはないか。繋がるんですけど、まあね、コマンド的にも竜巻キック、まあ、逆ヨガキックですね。逆ヨガキック、逆ヨガパンチで出るんで、根性入力よりはちょっと楽になる。根性入力できなくはないのかな、まあ、できるか。できるけど、まあ、こっちの簡単でしょうね。うん。それと、あとは、EX 地雷神のね、これ、これ結構使えるぞと。これは結構、早いし、使えますよと、ありましたね。確かにね、結構減るしね、220だしね。これ、謎のスパキャンが、スパキャンかかるんだよね、これ。一段目の中段とこ。ありかね、これ。リーチがあれなんで届かない。一段目はコンボにはならないんですけど、ジャックからと間に合わないし。まあでも、奇襲みたいな感じにはなるか。こういうのも早いですね。これもできるな。結構ドライブキャンセルでスパキャンの自由度はだいぶ高いですよね、これ。うん。まあ簡単ですが、こんなとこですか、ダイモンは。ありがとうございました。どうもです。今回はユリでございます。ね、対戦相手別に誰でもいいんでね。なんとなく、ユリなんで、量にしてしまいましたが。ユリはね、結構俺はオンライン対戦でユリのコンボを、発動コンボをなんとか決めようとね、狙ってるんですけど、これはなかなか、やっぱり決まらず、ね、まあ、練習はしてるんですけどね。ということで、その辺をちょっと何やりたいかっていうのを紹介していきましょう。基本的に俺がオンライン対戦で発動コンボを狙うのは、まあ、巨盤発が一番ね、一番っていうか、簡単ではあるが、そもそも近距離巨盤がなかなか当たらんので、まあ、小足発動がいいんじゃないかと。小足発動巨盤で行って、で、超アッパー、大アッパー。今日の超アッパーに、これですね、これ。百奇襲パンチ。百奇襲パンチですね。このループですね。トライアルであったと思うけど。こういったら、今度弱アッパーで、弱アッパー百奇パンチの、このループを。で、始まり行った時なんですけど、まあ、始まりとりあえずこれ持ってきます、ね。で、始まり行くと。始まで行ったら、ですね。俺が狙うのは、超アッパー、一段目キャンセル、強行剣ですね。で、強行剣入ったら、今度は、強アッパー強行剣のループ。これが、まあ、高さがだんだん上がっていっちゃうんですけど、うまく調節すれば多分ずっと入るんですよね。ずっとは無理なのかな、わかんないですけど、まあ結構減るんだよね、これだけでも。これが強いので、これを狙っていきたいと。で、もちろん最初から壁際だったら、最初からこれでいいんで、ちょっとこう、こういうので高さ調節して、ポンポン上げていくと。今のは弱
サイファー挟んで、弱サイファー高めで当てたら、弱アッパーで拾えるので、またそこから攻撃というループですね。みたいな、こんな感じですか。高さを見て調節していくと。で、フィニッシュ、最後に入れる技は、俺はだいたいマックス飛炎砲脚ですね。これ最後の一撃が多分100固定になってて補正がかからないんで、まあこれがいいでしょうと。ネオマが減らないんだよね、またユリはね。うまく当てないと、かするしね。浮いちゃうとこれ、こっからじゃ入んないんですよね。こっからじゃ入んなくて、これカウンターになってたか。ちょっと待ってね。カウンターオフにして、1段目なら入るんだけど、ああ、これも一応入るんだけど、これをこう浮かせてからやると多分ダメなんだよね。あっと。こうやっちゃうと、高さが、ちょっとかすって高さが変わって当たんなくなっちゃうんですよね。なので、ネオマは捨てて、コンボには入れずに、まあ、マックス砲脚でしょう。これを狙っていきたいんですが、あ、適当なとこで。で、827ですね。まあ、2ゲージだからね、2ゲージ827は相当いけてる方じゃないかと思うんですよ。ちょっとうまくやらんと。早い、飛ぶ。これもいけます。サイファーからもいけますね、余裕でね。これも817、まあ、十分じゃないっていう。ここがね、やっぱこれがね、オンラインだとなかなか難しいんだよね。超アッパー、違う、こう練習、要練習ですよ。このぐらい、あ、760億。やっぱ距離ね、壁際すぐ行った方がダメージは高いんですよね。うん、まあ俺が狙ってるコンボはあんな感じなんですよね。わしからだとそんなダメージは変わんないと思うんだけど、わし刻みすぎると補正がかかるかもしれないな。難しい。これで難しいって言ってたらほとんどのコンボはできない気がするけど、何も出てないな。無理かな。低いか。低いな。出過ぎですね。まあまあまあ、そんな感じですわ。あともう一個難しいんだけど、できれば強いっていうのが これなんでね。このループ難しいんですけど、入ればゲージなくなるまで永久だと思うんですよ多分。ほんと難しいんだけど、ちょっとね、8発9発あたりが限界ですけどね、俺は。なかなか、こう、全く同じタイミングでずっと繰り返せば多分いけるんですけど。で、どっかのタイミングで、これ、雷陽剣キャンセルで出せるんですよね、多分。低いアタック直でも出せるけど、こういって、
レコですね。これはまあまあ減るんじゃないかと思いますね。3ゲージだしね、うまくいけばね。中段だし、うまくやればこうみたいな指導の仕方ができて、結構強力なんじゃないかとは思いますけど、いや難しいですね。また減らないコンボで言うと、まあなんかサイファーはいろいろ運べたりして面白いんですけど、減らないんだよな。やっぱ貢献の方が全然減るんですよね。EX サイファーも使ったりして、面白いんだけどね、あんま減らないんだよな。こんな感じですか。まあ、あとは過去のユリになかった攻めで言うと、やっぱりこの弱ビンタですね。弱百裂ビンタ駒投げ、これがかなり強力だと思うんで、スパキャン可能なんでね、これはぜひとも狙っていくべき。これは貴重なダメージソースなんで、これは使いまくるべきでしょうね。もちろん発動と絡めて、こっからこれもいけますんで、ね、失敗してるけど失敗してるけど、まあこういうことですね。まあさすがにね、ダメージはちょっと劣りますけど、十分減るんじゃないかっていう感じですね。こんな感じですか、コンボは。俺はコンボ練習しかしてないんで、ユリに関してはこんなもんですね。まあ一番基本コンボはこれなんだけど、これもドライブゲージ使ってちょっとダメージ増やすみたいな感じだと、こういう感じになるのかな。元が168だよね。ダメージ増えてたかな。250か。どうかな。そういうの入んないんだよね。無理だな。こんなもんかな。あとこういうのもできれば狙いたいとこなんだけど何でも判定の、これ狙うとしたらどこなんだろうね。つながるんだな。あ、これ別に EX 版じゃなくてもいいのか。じゃあこんなもんできるんだな、一応。ただそこでコンボが終わってしまうと、とどめに決めたらかっこいいかなっていうぐらいですかね。こんな感じですね。はい、今回は佐伯です。佐伯さんはですね、なんか最初使った感じ、俺は相当きついキャラかと思ったんだけど、結構強キャラ上位っぽい扱いをされてきてるようですね、最近はね。まあ強い、どこが強いかっていうと、まあ、飛び込みが強いと、ジャンプ強キックの性能が非常によろしいと、壊しの性能もいいと、壊しからダウン取れる技があると、まあ、弾の性能も悪くはないと、で完全無敵の耐久がある、ダメージも高い、それと、投げ調皮があるね。まず今投げ調皮、吸収できる調皮があると、それから発動コンボのダメージが高い、まあ、壁際ですけど、そのくらい。あとさ、遠距離 D だな。これがねめっちゃ強いと、この性能はすごいいいということで、まあ強いとこは結構あるんだね。
うん、うまく立ち回ればかなり強いという感じでね、強いみたい。俺はなかなか勝てないけど、うまく戦わないとな。必要な技を見極めて戦わないと結構きついと思うんだけど、うん、近距離し早いしね。うん、で、まあ俺が最近使うときは、まあやっぱコンボ狙いなんですよ。壁際コンボを狙うんですけども、そのダメージが高いコンボっていうのね。まあトライアルであったコンボだと思うんだけども、これをね、これですね、これをちょっとトライアル俺もう覚えてないんだけど、多分こんな感じだったんだよね。ちょっと挟んで、で、最後はこれですね。これで締めると、でこれ繋ぐと、ここまでいけばね、ダメージが相当高い。まあ、これがあの固定ダメージなんですよね。確実に200減るというコンボなので、かなり減らせる。ちょっとやりすぎていますけど、途中の弾今抜いちゃったね。弾入れた方がいいよな。一発それのダメージを見てみると、低いかな。入った。980ですね。3ゲージ、3ゲージ980と。で、一応即死いくのもあって、これは EX この蹴りを使うんですけど、そうするともう一発目から弾が当てられる高さになるので、発動してね。待って、多分これで死ぬんじゃないかな。1034ですね。1000、なんかどこだから1001で死ぬらしいんだよね。1000ぴったりだと0トットで残るってコメントありましたんで、1001で死ぬらしいんで、まあ、これで即死と、うん。この技やっぱり時間も止まるしね、ドライブゲージ減らないんでね、すごい使いやすいんですよね、コンボに決まれれば。今みたいなので、とりあえず4ゲージ即死ですかね。うん。まあ、他にもやり方いろいろあると思うけど、最近の火力だと。とりあえず俺がやってて、簡単にできたのは今のやつですね。あとは、なんだろうね。これをできれば使いたいね。これ結構いろいろ壁際だとあるんじゃないかと思うんだけど、こういうの入ったりするんで、こういうのとか、違うね。これ間に合わないか。今日は間に合わない。411。いまいちかな。入んないか。あら、入んない。
入んないかな。うまくやれ入るんだよね、これ。まあ、ディレイキャンセルってオンラインじゃ難しいんですよね。あ、入るね。これが、でも2ゲージだよね。2ゲージドライブゲージ1本だけど500か。発動なしで。まあでも、他のキャラと比べたら火力高いよね、やっぱりね。中央だとちょっと火力下がるけど、だいぶ。こういうのになるよね、多分ね。370か。そんな感じですかね。俺がオンラインで狙う、オンラインじゃない、対人戦で狙うのは。だよねー。聞こえないかな。無理か。これもなかなか安定しないんだよな。安定すればね、そこそこのダメージソースにはなると思うんだけど。おらっと。そんなとこですか。あと、この調子は結構リバーサルいけるぞと。完全に重なってたら無理だけど、対空にはなるぞと。ほぼ完全無敵みたいな感じなんで。いうのもありますかね。あと、リバーサルで大勝利をパナして、ワープした瞬間にスパキャン可能なんで、こんな感じで。結構レバーぐるぐる回してて出るんでね。レバー方向逆でね。こっちかで言うと、竜巻方向に、連打して、キック連打してれば。早すぎた。出ますんで。で、D ボタン押しっぱなしでいいんで、これ。D ボタン押しっぱなししたまま、竜巻連打でキック連打してれば出るんで。昔だったらキック押しっぱなししてたら技出ないんですけど。今回は出せますんで。こんな感じで。あ、対空で300減らしたら十分だよね。こんな感じですかね。まあ、あとは、忘れた頃に、出なかった。投げていって、ボカーンといってみると、600。減るね。減りますね、これね。ふわっといくんだな。これで対空釣るのも結構重要かもしれないんで。前はこう下がると見せかけて使う感じかな。隠してからかな。つながんないか。あ、繋がってるね。キャンセルでなんか出せんだっけ。ああ、一応出せるんだ。ローターできると。そんなとこですね。はい、再起でございました。